なぜその削ってないバウンスがおすすめなのかっていうとですね、バウンスがあった方が優しいからです。皆さんこんにちは、クラブフィッターの小倉です。今回はですね、クラブ紹介ではなくて、ちょっといろんなお客様からお話があるので、それをちょっと題材にお話ししていきたいと思います。ご質問というかよく聞かれるお話はですね、ウェッジのソールの形状についてです。単品ウェッジはですね、さまざまな、ソール形状が用意されています。でウェッジの選び方はですね、ソール形状ももちろんなんですけれども、バウンス、それからロフト、こういったこう項目が結構絡み合ってですね、なかなか何を選んでいいのかわからないっていうのは、使ってみなければその不満も出てこないですし、どういったものが自分に合うのかっていうのはなかなかこう絞り込むのは難しいんです。ただ一番最初買うときに、じゃあ何買えばいいのよっていうのはやっぱり誰もが悩むと思うんですね。そういったところをちょっと具体的にどういったことが物理的に変わってくるのかっていうのも含めてちょっとお話ししていきたいと思います。今回ですね、タイトリストの SM9 をいくつかちょっとソール形状違いで用意しました。これはもうタイトリストさんの名前の付け方なんですよ。全部も自分は記憶はしてないんですけど、プロの頭文字とかそういったところから、付けてるはずです。 K ソールっていうのは、トム・カイトさんから取ってるっていうのは私は非常にこう印象が残ってるので覚えてるんですけど、T ソールとか最近新しいソールがタイトリストさん出てるんですけど、やっぱりそれはこういうシチュエーションでこういう打ち方をしたいんだから削ってくれっていう多分プロの要望があったものからアレンジして出てきてるはずなんですよ。それが今までのこのいわゆるソールのバリエーション、グラインドのバリエーションになかったから生まれてきたんでしょうし、やっぱりそういうこうタイトリストは明確な要望とかニーズに対して対応したものをユーザーに反映するっていうところからウェッジとか作ってらっしゃるので、やっぱよくできてるんですよ。よくできてるし、自分たちで迷わないようにそこまでこうカバーしてるっていうのはやっぱりウェッジの王者ブランドって言われるゆえんなのかなと思いますね。まず結論からお話ししますと、私が考える、一番最初に触るべきウェッジはタイトリストさんのシリーズでいうと F グラインドになります。 F グラインドってどういうグラインドっていうとですね、一番そのバウンスが残されているというか、あまり削ってない状態なんです。でこのバウンスがあるとそもそもどうなるのっていうところなんですけれども、ウェッジっていうのはボールがありまして、少しこう上から打ち込むような形になるんですが、このリーディングエッジがですね、こう地面に設置したときに、刃が刺さってもバウンスが出っ張ってることによって刺さりすぎない、それがバウンスの効果です。ソールの幅であったり、出っ張りの量であったり、そこでさまざまな反応が変わりますので、全てがバウンスの効果というわけではないんですけれども、しっかりバウンスがあることで刃が刺さりすぎず滑ってくれるので、ミスの軽減であったり、そのバウンスの跳ね返り具合でボールをコントロールしたりといった、こう使い方というか効能があるんですね。なので、ミスに強い、安定してボールを飛ばすっていう点ではしっかりバウンスがある F グラインドが私は一番優しいと思います。じゃあなぜ他のこう削れてるグラインド、そうですね、例えば今回お借りした中では、よいしょ、こちらは M グラインドというモデルなんですけれども、こうやって比較しますと、まず、F グラインドはですね、こうソール全面が平らな状態、少しもちろん丸みは帯びてたりするんですけれども、できるだけ面が残っている状態です。バウンスが一番、効きやすい状態ですね。でそれに対して M グラインドはですね、比較すると分かりやすいんですが、少しこうヒール側がこう削られているとか、そこ丸みを帯びている状態なんですね。で、なんで落ちているかというと、開いた時に出っ張りが当たりすぎないようにするため。ウェッジはやっぱりオートマチックに打つ以外に、ロブショットなんてこう少しフェース面をこう滑らせてこうボールをだるま落としのように上に飛ばすようなテクニックもありますし、やっぱり自分がやりたいことがやりやすいように、
跳ねすぎないソールがいいって人はやっぱりこうやって削られたものがいいですし、バウンスの角度が少ないものの方がやっぱりやりやすくなるわけです。そういうウェッジにこうたどり着くにはですね、やっぱりこのここにバウンスがあると思ったことできないなとか、まあ、経験上がこう積み重なっていって、そういったニーズというか自分の中で欲するものって出てくるものだと私は思ってます。やっぱり一度しっかりバウンスのあるものを使ってみて、自分がこうどういうものがいいのか、やっぱり一番最初優しいのは私はやっぱりバウンスがあるものだと思いますので、一回そういったウェッジを使っていただいて、なかなか一概ではね、一番これが優しいですって言いづらいところはあるんですが、私自身はやっぱり一番最初はバウンスの多いものを触っていただいた方がより自分の好みが明確になっていくかなと思ってます。